皆さん、こんにちは。本日は2018年センター 2B の第1問の2、はい、こちらの解説を行っていきたいと思います。えー、まずはこれを考えるということで、はい、3を定とする対数を取りって書いてあるので、はい、ログ3をつけてください。えー、そうすると今回、この t、えー、まあログ3を t と置いてあるので、ログ 3x を t と置いているので、えー、出して、えー、それぞれ置き換えられるとこう置き換えてあげて、計算をすると、はい、こんな感じ、t1 乗マイナス 3t プラス3ログ 3c が0以上というふうにすることができます。 で今回 C が次に、えー、9の3条根と書いてあるので、はい、代入してあげて、まあ、9の 3, 3分の1乗って考えてあげてください。で、えー、これ計算すると、はい、こんな感じの条件になります。で、あとはログに戻してあげて、はい、今回定は1よりも大きいから、まあ、そのまま外すことができて、X は3以下、X は9以上とすることができます。で、真数条件、もともとログ、はい、中身が0よりも大きいので、えー、この条件っていうのを考えてあげると、はい、これですね、0から3、9以上っていうふうにすることができます。 はい。次に、えー、2がね、えー、この範囲でつい成り立つような、まぁ、あ、x が0よりも大きいときに、つい成り立つようにするにはどうすればいいか。というふうに言いますと、えー、まぁ、あ、t の取り得る範囲。はい。えー、まぁ、あ、ログ、ね、何でも取れますので、はい。実数全体の値を取ることができます。 で、えー、これが常に成り立つためには、どう、どうすればいいかというふうに言いますと、えーまあ、この式が常に0以上であれば OK です。なので、平方完成して、まず0以上のところを書いちゃいましょう。そしたら、残ったこの部分、ここが0以上だったら OK になりますので、はい、3ログ3 c 4分のが0以上。つまり、グ3 c が、はい、分の 以上っていう風にすることができます。そしたら C が3の4分の3乗以上になりますので C、大なりイコール27の4乗根、こういう形にすることができます。えー、まあ対数の問題とかはね、ちょっとやり、やりにくいところもありますが、えー、まあしっかりとね、押さえておくと良いのかなというふうに思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。